フィギュアスケート。フィギュアスケートは、スケートリンクの上で、ステップ、スピン、ジャンプなどの技を組み合わせ、音楽に乗せて滑走する競技。名称は、リンクの上に、図形、フィギュアを描くように滑ることに由来する。シングルスケーティング、ペアスケーティング、アイスダンスは、冬季オリンピック正式競技。また、団体で演技する、シンクロナイズドスケーティングも、 世界選手権が行われている。スケートの起源については明確ではないが、すでに戦手時代には北欧で動物の骨をブレードにしたスケート靴が用いられていた。それが南下してオランダに伝わり、運河の発達により国民格闘で行われるようになった。農民たちは凍った運河の上で目的地にできるだけ早く到着するスケートに熱心で、 あったが、貴族たちの間では競技性よりも、優雅さやマナーを重んじた芸術的スケートが好まれた。彼らの滑走様式は、オランダ人の古戦滑走という意味の、ダッチロールと呼ばれるようになり、フィギュアスケートの原型となった。これが、やがてスコットランドに伝わり愛好からにより、図形を描いて滑走する技術が研究されるようになった。一方で、フランスやドイツにおいては、 芸術的な滑走動作が研究された。その後、1742年にイギリスのエディンバラで世界初のスケーティングクラブが発足して以降、各国においてスケーティングクラブが設立され、その国独自の形態でフィギュアスケート競技会もやれるようになった。はじめはヨーロッパ全域で盛んになり、1882年にはウィーンで フィギュアスケート最初の国際大会が開催された。1892年にはスケート競技を国際的に統括する国際スケート連盟が創立され、1896年から世界選手権が開催されるようになった。ただしこの時は男子シングルのみであり、女子シングルは1906年、ペアは1908年にそれぞれ別個に、 世界選手権に相当する大会が開かれるようになった。アイスダンスは1952年になって、初めて世界選手権の種目として加わった。日本のフィギュアスケート発祥地は、仙台市の五色沼、仙台城の堀とされるが、その始まりは1897年、明治30年頃とする説と1905年、明治38年頃とする説とがある。1922年、 大正11年2月11日、日本初のフィギュアスケート公式試合が、下スワリンクで行われた、全日本フィギュアスケート選手権三勝。オリンピックでは、1908年の夏季オリンピックで初めて実施された。夏季オリンピックではこの大会と1920年の大会のみで行われており、1924年に、シャモニーオリンピックが開催されてからは、 期オリンピックで実施されているフィギュアスケートの競技会にはアマチュア資格を持つ選手が出場できる。なお、フィギュアスケートを目にすることのできる場としては、競技会とは別にアイスショーもある。男子および女子シングルでは、ジャンプ、スピン、ステップシークエンス、スパイラルなどが競技の技術的な構成要素となる。フェアではさらに、スロージャンプ、リフト、ツイストリフト、 スパイラルが加わるアイスダンスではジャンプやリフトなどに制限がある一方、ステップシークエンスにより重点が置かれる。要素ごとに様々な種類があり、その難易度に応じて配点も定められている。フィギュアスケートは基本的に片足でインサイドかアウトサイドどちらかのエッジに乗って滑走する。氷についている方の足はスケーティングレッグ、滑り足、 ついていない方の足はフリーレック、浮き足と呼ばれる。右足をスケーティングレックとしたとき、右足片方だけで滑ると、氷の表面に対してスケート靴のエッジを。滑走には前方、フォワードと後方、バックワードの二つの方向があり、また右足、ライトと左足、レフトそれぞれで滑るので、次の八つのパターンがあることになる。 これらの組み合わせによって多様なステップとターンが生み出され、ステップとターンを連続して行うものがステップシークエンスである。なお、エキシビションでは上記のような制約はない。競技においては演出的要素に違反があったとジャッジにみなされた場合はディダクションによる減点を受けることとなる。共通事項としてフィギュアスケートのルールは 非常に細かく定められており、クラスごとに規定に若干の違いがある。男子女子ともにシングルスケーティングのプログラムにはショートプログラムとフリースケーティングがあり、先にショートプログラムが行われる。大会によってはショートプログラムで所定の順位に入ったもののみでフリースケーティングを行うこともある。冬季オリンピックなど、ペアのプログラムもシングル同様、 ショートプログラムとフリースケーティングがあるが、こちらは男女二人でしか表現できない技に重点が置かれる。演技の中には失敗すると危険な要素も多く、フィギュアスケートの中でも最もアクロバティックな競技と言われる。ペア同様、男女二人で競技されるが、こちらはリフトやジャンプは制限されており、ステップの技術が中心となる。表情の社交ダンスとも呼ばれる。 2009シーズンまでは、コンパルソリーダンス、オリジナルダンス、フリーダンスの3つのプログラムが行われたが、2010シーズンより、ショートダンス、フリーダンスの2つのプログラムに変更された。ISU ジャッジングシステム施行以前の2002年までに行われていた採点方法の総称である。2003年シーズンからの採点法、以前に用いられていた、 採点方法に対する故障として便宜上、新採点システムと呼ばれることも多い。その他、トルストイ、あんなレーに何にスケートをするシーンが出てくる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。